Hello everyone, welcome to WowFi, and today we are going to be reacting to Konosuba Season 3 Episode 8, and in the last episode we saw Aqua, Megumin, Darkness, and Kazuma about to face off against the Hydra, and Aqua wants to go home. What's gonna happen next? Let's find out together! And if you want early access to the anime content with copyrighted music and no watermarks, early, subscribe to the Patreon, link in the description. Here we go. Woohoo! Oh no, Kazuma! You poor guy. ノリノリですね。一度行ってみたかったんです。カズマ、カズマ、体の蘇生はすぐだから早く来て。酸っぱい匂いのダークネスはなんだかすごく落ち込んでるの。ダークネス、ノー！カズマさん、お帰りなさい。くっせー！Where is his clothes? 全部溶けちゃったわよ。このヘンテコな名前の刀だけが残ったわ。俺を助けるために自分からヒドラに飲まれたんだって。What? たくらしくないな。ほら、早く帰って風呂に入ろうぜ。で、カズバ、その格好で見るのはどうかと思うの。変態ですか。変態ですか。じゃあ早くお風呂に入ってきなさいな。カズマの今の格好だと通報されちゃうしね。うるさい。これやっぱヒドラの方は大丈夫なんだな。当分は湖を汚染するぞ。浄化を施した私のお手柄よ。アクアが自信満々な時は大概落とし穴があるのですが。まったく、めぐみ、おかしい。カズマかダークネスにおんぶさせるわよ。謝るのでそれはやめてください。お願いします。じゃあ行くわよ。大げさに吹聴するな。そうすれば討伐報酬とまではいかなくても金一封くらいもらえるかもしれないわ。任せてください。我が爆裂魔法がいかにどうしていつもいつも余計なことばっかやらかすんだ。半端にヒドラなんて大物怒らせやがって。めぐみんたら一体何やらかしたの。What's going on? Why are they so upset? なんで怒られてんの？ Why are they so mad? 騎士団が来るまでのつなぎで、ダメで元々の討伐だったのではないのか？実は、オートで大事件が発生したとのことで。オートで？なんてこった。魔王の幹部に次ぐ賞金をかけられてしまった。オートの手配書がわざわざこの町で配られてるってことは。ここだけの話なんですけど、コーマの里の占い師にブワーの行方を占ってもらったところ、なんとこのアクセルの町に2億の賞金組が。2億おい、マジか。モンスター討伐よりよっぽど美味しいだろう。だよね。あの国の町に2億エリス。2億エリスか。おい、なんでこっち見るんだよ。皆さん、銀髪盗賊団を捕まえればヒュドラのために騎士団もアクセルに来てくれますよ。そんなわけでカズマさんもご協力お願いしますね。もちろん協力します。協力です。ヒュドラが一撃で沈まないなら消えてなくなるまで打ち込むのです。はあ、機動要塞デストロイヤー戦の時のようにアクアの魔力とカズマのドレインタッチがあれば可能です。いやよ。え、どうしてこの私が汚らわしいリッチスキルを受けなきゃならないの。私の神聖な魔力は誰にでもおいそれと与えられるものではない。カズマが私を脅そうが、ダクネスが私を甘やかそうが、メグミンがおかしくなろうが、絶対に。え、っていうかメグミンまでどうしてそんなにリベンジするの。何せカズマを殺した相手ですからね。から毎日ダクネスのおとりスキルを使って爆裂魔法を打ち込んで逃げるという嫌がらせを続けていますが、他に有用な対抗策はないものですかね。ダクネス、何やってんだよ。こういう時に止めるのがお前の役割だろ。しかしあのヒュドラはどうしても倒したいというか、それにこれはヒュドラの魔力を削ることにもつながるのだし。
こいつら。どっちみち雨の間はダメだろ。向こうに有利なだけだからな。お天気占いでは雨は当分続くらしいのですが。雨が止んだら本気出すよ。それから何日経っても雨が止むことはなく、ダクネスとメグミンだけはヒドラの元に通い続けていた。帰りましたよ。ダクネスがいろいろとあれなのでお風呂お願いします。ばあ、危ないからもうあそこに行くのはやめとけよ。やつめ、連日の爆裂魔法はさすがに応えたのか、奇襲をかけてきたのだ。エアポシタ魔法を食らわせ、首を再生している間に逃げてきたのだが、やはりそう簡単にはいかないな。ありがとう、アクア。コズモ、repairing armor。暇だから直してやってるんだよ。雨だし、どうせやることないからな。バッってもう行くなよ。バッハ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 ッどういうことなのか詳しく聞こうじゃないか。私の信者たちはとってもスリーピー。カズマ、ダクネスがいません。装備と一緒にもぬけの殻です。あいつはもう行くなってあれほど言ったのに。一人では危険ですよ。まったくもう、あの子はまったくもう。私、卵をウィズに預けてちょっとダクネスに説教してくるわ。アクアとメグミンは先に行ってダクネスを引き止めておいてくれ。コズマは？俺はちょっと寄るところがあるから。 I got a few stops to make. 絶対に一人で戦わせるんじゃないぞ。たくあいつはしょうがねえな。嫌な空だ。 That sky looks 古傷が痛みは crazy。 あーなんて、まったくこの子ったらまったくもう一人じゃないですよ。Let's go, Kazuma! 一体…ララフィーナ！ララフィーナ言うな！何の騒ぎだ！新手の嫌がらせなら私にも考えがあるぞ！違う！俺はただみんなに毎日お前がヒュドラに立ち向かってるから手伝いを頼めないかって言っただけだ！カズマにはここんとこ散々おごってもらったからな。ちょっとくらい借りを返しといても僕は… That is true!ついでにララティーナのわがままを聞いてやんよ。Yeah! What a great friend! お前のためにこんだけの冒険者が集まった。Wow! 納金なのはしょうがないが、人様に心配かけるのはやめろよな。みんな…トリスキルが勝負の決め手だ。あっせん、やられるじゃないぞ。よし。やるぞ。 Oh! Yeah!Let's go, darkness! Bye!Yo! Fire! Yeah! Pull! Woohoo! Yeah!Oh no! 本当にいいんだな、カズマ。I'm sure. 遠慮なくやってくれ。Boost!
look at this elaborate plan. Oh. 魔力が尽きないと倒せないなら俺が捨てやるよ。ドレインタッチ。Yeah! みんな。あ。さすがダスティネスさん、腕力と耐久力半端ないっすね。言ってる場合か。これは無理だ。わお。もっと耐えろ。耐えるんだ。Drain touch, drain touch. ながらこいつの魔力を削ってきたんだ。無駄にしてたまるかよ。限界だ。おい、日頃役に立ってないお前が全部活躍してるってのにもう終わりか。こんなことに耐えられない奴が勝てないで連覇なんてできるのか。That's right. ヒュドラの重圧攻めに鬼畜男の子が攻めたの。なんというただいお前がヒュドラにのしかかられたくらいで死んだりするかよ。True. それで死ぬのは俺一人だろうが。No. Whoa. Yeah, true. なんだこれは。Huh? Ah, what on earth? What the? お前からはまるでご主人様のごとく耐えることを命令されながらも、しかし。Come on, guys, pull! 今の状況は一体どっちがご主人様なのだ。新感覚だ、新感覚だぞカズマ。賞金首は俺がもらった。賞金はとどめさせたやつの総取りだ。ちょ、この状況で何言ってんの。誰にも分かんない。ライトオブセイバー。ブーン。Yo! They got one in the head! It's wizard time! Oh, I got it. Fire! Woo! Let's go! Bigger reward, Pog! Yes, sir! The Hydra has been defeated. Everyone is happy. Let's go!おかげでいろんなものが吹っ切れた。自分が何を悩んでいたのか、バカらしく思えるほどにな。That's nice that darkness is better. ヒュドラが倒されたからではないぞ。Alright. 私はこの町の連中が好きだということを改めて自覚した。Darkness! W darkness in the comments. We're so back. 私は幸せ者。You sure are. All thanks to Jesus Christ. Let's go! Bravo! Bravo! Yes, sir! That's funny. Where did I... A letter! There's a letter on the table. Letter on the table.なんだこれ。何何。突然こんなことを言い出して。おい、これ。突然こんなことを言い出して本当にすまない。込み入った事情ができた。勝手なことだがパーティーから。 NO! どうか私の代わりの前衛職をパーティーに入れてくれ。お前たちとの冒険は私のこれまでの人生の中で。 Oh, this is depression. This is actually depression. No, this can't happen.私は今後お前たちとの冒険の日々を絶対に忘れることはないだろう。今までどうもありがとう。ダスティネス・フォード・ララティーナより、愛する仲間たちへ深い感謝を。 This is terrible.
Well, that was a great episode, man. Pacing was 9. Animation with an explosion at the end, that was a solid 9. And the music was pretty good too, but there should have been more of it. So I'm going to give it an 8.3. So overall, 8.9 out of 10. Highly encouraging. And that is going to do it for me today. Thank you for watching the Fair Use Reaction videos. If you enjoyed it, like, subscribe, turn on the bell for more content. Join the Patreon to get early access to the anime content with copyrighted music and no watermark. Early, link in the description, and have a nice day.